嵐の神サノオノミコトと太陽の神アマテラスオオミカミはクロードを二つの組に分け神々の戦いに参加させた。英雄の力試しが始まる。どこからともなく恐怖のケクロードが怨霊の目を覚まさせた。が響く中、クロードは相手に呪いをかけた怨霊が忍び寄る。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くロードが恐るべき呪いを受け、守護神が憤る。恐るべき呪いがクロードにつきまとう。御霊守りの妨げを受けているとクロードは気づいた。クロードの相手は呪いに縛られた。おびただしい数の影が迫り来る。この大御霊守りの触りによりクロードの相手は憤りを募らせている。触りによりクロードの策が崩れ、ほどなくしてもう一組と鬼の勢の最後の戦いが始まる。クロードは手に手を取り魑魅魍魎に立ち向かう。光すら届かぬ闇の内から悪鬼の杖が静かに忍び寄る。もう一組が勢いを増すにつれこちらの望みは絶たれつつあった。鬼はクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく角笛が鳴り響き悪鬼たちを呼び寄せる。もう一組の戦いは芝居際だ。諸
勝利を収めるのはクロードは鬼の大群れを全て退けた。しかし次の群れが続く。どこからともなく恐怖の化身が姿をクロードは信じた。この呪いが己を勝利へと導くと。ついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。守護神は喜び勇み、我が英雄も褒美を賜ったそうな。